今度は相手が小内刈りに来たところを出足払いに変化した連絡変化技を見てみましょう。左が日本の岡野、右が韓国の金です。岡野は得意の背負い投げで金を攻めまくり、木を見ての小内刈りとうまいコンビネーションで攻撃の手を休めません。金の小内刈り、逆に岡野、出足払いに変化しました。金、不用意な小内刈り。しかし岡野、刈られた足を外し、逆に出足払いで返しました。うまい岡野の足さばきです。